松村幹字11月5日から1944年11月18日は日本の海軍軍人。太平洋戦争において潜水艦長として11隻の連合国船舶を撃地運波。戦死後に階級特進した海軍中将である山口県出身。海軍兵学校の艦長を務めている。1935年11月少佐。 九百四十年一月中斎、新旧。翌年十月二号第二十一潜水艦長に就任し、太平洋戦争回戦を迎える。九百四十一年十一月二十六日、新自湾攻撃に向かうナグモ機動部隊の紹介部隊として、タンカン湾を出撃した。同攻撃後、米西海岸で通称破壊作戦に従事し、タンカー二隻を 激沈破したのをはじめ、退艦する1943年3月までに、豪州方面などで9隻の船舶を激沈破している。この艦飛行偵察や輸送、砲撃などの任務を果たし、特殊船工程によるシドニー湾攻撃に参加した。潜水学校教官に展示1944年5月大佐に進級。同年9月12日。 第34潜水隊司令に補いされ、以後第177潜水艦に座上し、パラオ方面に出撃したが消息を絶つ。戦死認定日は11月18日であるが、米側の資料では10月3日に、米護衛駆逐艦、サミュエル・エス・マイルズが同艦を撃沈している。AB、日本海軍潜水艦物語、連達三艦長の奮戦、決戦特殊戦工程。 第7章、松村官長と第五長官。ありがとうございます。